つ栄次郎6月19日隊は、日本の大倉官僚、実業家。第9代財務事務次官。インターネットイニシアティブ代表取締役社長。ANA ホールディングス株式、会社経営諮問委員会委員。読売新聞東京本社非常勤監査役。血液型は B 型。独協高校卒業後。 1969年度の東京大学の入学試験が中止となったため、早稲田大学に入学した。大倉省の入賞成績は、下から2番目だったと言われている。早くから、最後の大物財務官僚と囁かれており、時間になった際には、10年に1人の大物時間、最後の大物時間、影の総理と呼ばれた。一部のメディアからは、野田義彦が、 総理大臣の座に着くことができたのはまさら財務官僚が増税推進派の野田を総理にすべく工作をしたからとされた。野田は価値に組閣について相談するぐらい頼っていたと言われている。一部報道によって野田内閣は財務省に完全に支配されており、真の総理は野田ではなくその背後にいる価値であることが長田町と霞が関の共通認識になりつつあると。 報じられたことがある。立ち上がれ、日本の片山虎之助は2011年9月29日の参議院予算委員会で、鈴木善校内閣が田中角栄の影響下にあったことが、直角内閣と呼ばれたことに習い、野田内閣を、なおかつ内閣と揶揄した。大倉省時代に、大倉省サッカー部を立ち上げ、初代首相についていた。世界銀行副総裁を務めた。 勝し修行は弟。ありがとうございます。